しの気になるお酒は何だろうな。はい、では本日飲むお酒はこちら、このさぬきクラウディという日本酒です。で、まあ、あの日本酒の濁りですね、濁り酒っていうんだけど、そうこれね、あのクラウディって書いてあるの、クラウディって意味わかる？誰とも雲、そう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 、雲とか曇り、そう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 、あの英語でね、まあ、曇りって意味なんだけど、うん、まあ外国であの濁り酒のことを、うん、クラウディ酒っていうので、酒って言うの？そう、日本酒がの酒、うんうん、酒、あの酒、さ酒ってもそのまま言われるんだけど、濁り酒のクラウディ酒って言われてるから、多分その濁りクラウディっていうのはそこから取ったんじゃないかなって、うん、ひらがなだもんね。ね、そう思う。濁ってること、曇ってるって表現してるって感じか。アメリカ外国ではそうなんだけど、うん、まあ、実際にじゃあこれちょっとついでみます、うん、わーい、甘酒みたいな色してるね、うん、そうだね、確かに色は甘酒みたいかも。見たい。でも白なのかな、まだ瓶の中だからわかんないけど。そうだね、これをね、緑色の瓶だ、ね、白だ、甘酒みたい。本当に色はね、甘酒とかサラサラの甘酒みたい。そうそうそう、結構色はすごく濃いんだけど、うん、そこまでそのドロッとした感じはない、うん、このサラッとした。多分さぬきってことは香川ってこと？そう、これはね香川県の、そうですね、酒蔵さんですね。うどん色ってことだ。うどん色かどうかはわからないんだけどこれは川鶴酒造さんかな、うんうん、はい、じゃあいただきましょうか。いただきます。あ、おいしい、うん、なんかカルピスみたい。カルピスみたい。そう、これはすごく乳酸菌がたくさん入ってるのね。乳酸菌が入ってるの。そう、だからちょっと甘酸っぱい感じなんだけど、こぼしたね今日本酒って感じ全然しないよね。日本酒なのに乳酸菌が入ってるの、うん、だから入ってる入ってる。そう、だからどこらなのかな。お酒ってあんまり感じない、うん、そうだね、これ麹が普通のその日本酒よりもたくさん入ってるので、うん、でクエン酸を生み出す白麹っていうのも使ってるんだって。だからちょっと甘酸っぱい、そう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 、感じで、もう本当にね大人のカルピスって言われてる、うん、大人のカルピス思った、甘くないカルピス、うん、そう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 、うん、ちなみにそのアルコール度数が普通の日本酒っていうのは、まあ、平均 15% 前後のものが多いんだけど、このサヌキクラウディはアルコールがね 6% なんで、普通のビールとかぐらいの、うん、まあ、ちょっとやっぱり普通の日本酒より軽めだから飲みやすいっていうのもねあるんだと思う、はい、日本酒苦手な人とかでもね、うん、すごく飲みやすい、入り口としてね私は結構これおすすめしてる。あの香りとか味の感じのパンチの強さがさ、うんうん、苦手な人絶対いるから、これはいいかも。アルコール感がやっぱりあんまりないから、うんうんうん、すごいね、飲みやすいと思う。みんなたちだったらさ、一人一本ずつ飲めちゃうんじゃない？飲めちゃうんで、これ多分ね、すぐなくなると思うよ、うん、私たちのやつ。これ何の料理があると思う？推奨してるのは、うん、香川名物で骨付き鶏ってあるんだって。美味しい美味しい。美味しいんだ。まあ、それと一緒に飲むとあのいいですよっていうのを、うん、やっぱあの香川のお酒だからね、うん、出してるみたいで。わかるわかる。でも確かにお魚よりお肉、ね、お肉の方がこのお酒は合うかもしれないね。ないよ、なくなるよね。グビグビ飲んじゃうからまたすぐなくなるな。すぐなくなっちゃう。これ一生瓶あった方がいいよ。しかもクエン酸とかも入ってて、そうそうそう、乳酸菌も入ってたら女性には嬉しいよね。なんかね体にいい気しちゃうよね。これならいいんじゃないかみたいなところあるよね。ゼロカロリーかも。ラベルもね可愛い。うん、鶏？鶏だね。カラフルな、あ、だから骨付き、あ、そういうことか、わかんない、見たんだけどそれと一緒にってこと？いうことなのかな、やば、なんだこれ、チキン、鶏ハム、チキン、めっちゃ合う、めっちゃ合うよ、これありがとう、鶏が、鶏ハムくれたあ、合うから、おいしい、もうなくなっちゃうじゃん。ということでね、今日ちょっとまだあのこれ2本目の私は日本酒紹介動画なんですが、うん、ちょっとその普通の日本酒っていうよりは変わり種のさぬきクラウディという濁り酒を紹介させてもらいました。皆さんもぜひ見かけたら飲んでみてください。それじゃあ乾杯。